シュン、僕どうかな。いいんじゃない、目覚まし時計スライム。で、僕どこか変わってない。変わったって何が。大失敗だ、サムチンたら。今度はどう、色が変わったりしてない。サムチン、弁天に影響されすぎ。オムニトリックスを持ってないんだもん、対応するしかないじゃん。ねえ、大事なこと忘れてない。え、どういうこと。工作よ。さ、腕時計外して手伝って。わあ、今行く。みんなこんにちは、今回はスーがオムニトリックスを作る約束をしてくれたんだ、楽しみ。落ち着いて、お手伝いよろしくね。みんなどうも。お任せください、工作士ここに参上、指示出して。マシーンの前面部分から始めるわね。自販機みたいになるな、はじめに4つの窓の線を引いていくね。うん、なんで4つ。もしかして。そうよ、オムニトリックスも選べるようにするな。みんな動画は最後まで見てね。すっごいな、同感だったら高評価してね。先が鋭いからカッターには気をつけてね。よし、余分な段ボールを取り除いて、ここの穴はオムニトリックスが出てくる場所になるんだ。段ボールの工作って好きだけど、それで硬そうに見えるかな。ご心配なく、金属製に見えるように後で色を塗るから、上の蓋の部分に丸みを出していくわね。気をつけてね、段ボールは切り落とさないの。こうすると段ボールが曲げられるんだ。こんな感じ。この色がぴったりなんじゃない、どうよ。うん、完璧。スプレーペイントを使うときはマスクを忘れないでね。わあ、素敵。うん、ねえスー、このチューブ付きの骨組みは何。これはマシーンの中身よ、いろんな色で素敵でしょ。段ボールで分けてあるな、これで下も2つに分かれるでしょ。ここの穴が開きっぱなしだったら何でも盗めちゃうね。この穴は埋めちゃうのよ。さ、枠組みに切り込みを入れるわよ。浅い切り込みを入れるためにもう一度カッターを使うわね。わあ、僕はスーの入念な仕事っぷりを信頼してるんだ。みんなも大人に手伝ってもらってね。ありがたきお言葉。窓の下の線より少し上に切り込みを入れてね。はあ、横の壁をほぼ完成させちゃうなんていつもにまして早いな。でしょ、サムがいない間に壁を完成させて、次は照明の設置よ。じゃん、光よ。照明を見て。無理に自分でやらないで大人に手伝ってもらおうね。え、スー、このボタンは何。小さいけどマシーンに重要な大事な機能よ。なるほど。ここに電池を隠すね。ワイヤーがスイッチボタンにつながってるでしょ、残りの部分に取り掛かろう。次は屋根を作っていくよ。ちょ、何。ごめん、照明が気に入っちゃってついつい休んじゃった。これが屋根よ、ここに設置しよう。完成が待ちきれないな、もう緊張してきた。ココアを飲んだら落ち着くかな、すぐ戻るね。サムチン見て。いいね、でもスピードアップしようか、もう一つは作っておいたよ、急いで完成させよう。みんな見て、マシーンがいい感じに仕上がってきたね。そうだね、でも僕さらにパワーアップさせる方法を知ってるよ。なる、みんなプロの作業風景見たくない、よーく見ててね。ふん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 、じゃじゃん、完璧。わあ、素敵なフレーム、工作全体の色とマッチしてるね、サムすごい。そしたらマシンを回すよ。後ろの壁を接着する前にオムニトリックスを入れる穴を開けておいてね。残すは装飾のみ。装飾といえば僕のお出ましだよ。イエイ、うほい、私も1、2、3。僕たち装飾のプロだね。ドアを開けやすくするための取っ手はここ。マシンが完成したね。でも肝心のオムニトリックスは。早くオムニトリックスを試してみたいな、急いで。弁天が好きな人は高評価だよ。
サムのお気に入りは？ベンがオムニトリックスを押してエイリアンになるところかな。いい趣味してるね。みんなカッターには気をつけてね。切り落としちゃダメよ。屋根と同じように切り込みを入れてね。あともう一息。よし、これで柔軟になったでしょ。次に段ボールのパーツより少し大きく工作用フォームを切るよ。じゃん、パーツをつなげていこう。はじめに段ボールにボンドを塗るね。さあ、ペンテンシリーズはグラミー賞3部門を受賞してるって知ってた？オスカーノミネート歴もあるよ。わあ、高い評価を得てるのね。あ、ハサミには要注意。映画やアニメのクリエイターってどうやってアイディアを得てるのかな。例えばオムニトリックスはなんで腕時計式なんだろう。なんで1体じゃなくて10体のエイリアンの DNA を持ってるの。腕時計は使いやすいから。もともとは武器じゃなくて他の銀河の生き物の理解を深めるために作られたのよ。さて、ストラップ部分の反対の端に2つ目のマジックテープをつけていくね。よしと。ベン10のストーリーの発展とともにオムニトリックスの機能も発展したの。他人の理解を深めるものなら僕も思いついたよ。オレオ、オレオには誰にも逆らえないよね。そうね、サムチン。工作フォームでオムニトリックスを追っていくね。こんな感じ。横も止めたわよ。す、このオムニトリックスは緑にしない？オリジナル風に。よし、時計のストラップはほぼ完成。あとは色塗り。まず色塗り不要な部分にテープを貼るわね。4つもオムニトリックスを作るなんて待ちきれない。そうね、これは緑色メイン。はじめにストラップ部分をグレーに色付けよう。両側を絵の具で塗っていくわよ。できた。絵の具が乾いたわ。これで楽にテープが剥がせるわよ。決めた、僕配管工になる。パイプを詰まらせちゃったの？違うよ、ベンのおじいちゃんがメンバーだったあの配管工。サムなら活躍できそうね。みんなも同感？それなら高評価してね。さて、黒色に塗った輪を用意したよ。僕はエイリアンの勉強した方がいいかな。僕のことはお構いなく。了解、このパーツは後で必要になるんだ。さて、こっちのパーツを装着していこう。自分に用事をささないようにね。次に必要なのはこれじゃない？わあ、サムの作品を見て。オムニトリックスのエイリアンのシルエット。糊をつけていこう。これどこで見つけたの？なんていうか、研究の賜物？サムはそういうの得意ね。さて、スティックのりでこんなパーツを作ったわよ。これを用心に接続するんだ。これでローラーを回してエイリアンを選べるの。僕も工作手伝うよ。もうすは呪いんだから。見てて、1、2、3、完成。ふふん。わー、サムチンすごい。全部うまくいってれば。うん、シルエットが変わるね。大成功。これで工作はほぼ完成。パーツをつなげていこう。装飾も忘れないでよ。ストラップの部分に工作用フォームで作ったパーツを装着していくね。よーしと。なんか足りないな。わかった。じゃん、紳士淑女の皆さん、オムニトリックスの完成です。わあ、このオムニトリックス最高だね。気に入ってもらえてよかった。でも待って、4つ作るって言って。うわあ、なんか言った？いや、全然てこい。誰も素敵でしょ。自分の好きなデザインのオムニトリックスを作ってね。よしと。す、ボタンがつかないよ。どうして？そのボタン、偽物なの。これを使うのよ。うわぁ、なにそれ。段ボールで作ったカードよ。見てて。
コードを入力するふりをして、カードをこの穴に差し込むと、じゃーん。高評価のチャンネル登録してね。バイバイ。私も楽しかったよ。またね。